皆さんおはようございます。今ね朝の4時39分です。さっきね、6分くらい前にね日が昇りました。今日はねこの東京湾側なんですけど、まあ、風がなくてね、いい天気ですね今日はね。おそらくねでさっきね、朝日を撮りました。でまあいつものようにここでねモーニングコーヒー飲んでいこうかなと思います。だいぶ少しは私も慣れてきましたかねこういう作業に段取りにね。でもね全然慣れてないんですよぶっちゃけいろんなものね忘れちゃうんですよね実はいろんなものをね持ってくるのね忘れちゃうんですよね段取りがね本当いまいちなんですよね。昔はね段取り良かったんですよね私ね。なんか結構几帳面な性格だってね昔はよく言われて、いつの間にかねすっごいアバウトな性格になっちゃったんですよね。なんでかな、年取るとみんなアバウトになるんですかねまあ面倒くさがりになりますよね年取るとね。今日はね昨日がね、大根、昨日は何ケースだったかな、いっぱいいっぱい抜いて、いっぱい洗って、いっぱい箱詰めしましたね。で今日はね、キャベツですね、いっぱい今日800ケースって言ってたかな、多分私一人でね運んで車に積んでなんですけど、今日は暑くなりそうなんだよな。水をねいっぱい持っていかないとね。まあでもね仕事がねあるだけありがたいですよね。今1週間にね1週間に2日ですね仕事があって、1日8000円くらいだから、まあ長くて8000円ですよね。でも平均すると短いキャベツなんかは短いから1日5、6000円かな。ってことは月5万円くらいの収入ですよね現金収入。まあ現金収入ってまあ現金しかないんですけどまあでもねあんまり愚痴ばっかり言ってしょうがないですよね。でもねまあ、昨日もねとあるところに電話してしたんですよ、うん、夏だけのバイトがあったんでね断られましたねでももう今月はね破綻してますから、破綻っていうかもう今日破綻しますねおそらく、おそらくねなんかでも売るったってすぐ、まあ、で前借りするしかないのかな。でも前借りするとね月末の家賃とか払えなくなっちゃうんですよね。まさかな、そんな話はやめてね、コーヒー飲みましょうよ飲みましょうよって皆さんも一応ね今日はね朝日をバックにして、本当はねもうちょっと早い時間に来て朝焼けっていうんですかね夜明け前のグラデーションをバックにしてね撮りたかったんですけどね、まあ起きるのはもうね2時前には起きてたんですけど、畑仕事すると本当にもうね疲れちゃうんでね、部屋帰ってきてねもうお風呂入るともうご飯も食べないでね、ビールなんかも飲まないでもそのまま寝ちゃいますね。だから大体ね、まあ、早ければ夜の12時くらいに目覚めますよ。昨日は2時少し前かな。でそのまま起きてます。皆さんのコメントにね返信したりするともうね今はね、今月のいつだっけ21日でしたっけね、今日が16日だからあともう5日で、夏至ですよね。だから1年で一番、昼間の時間が長い日ですよね。
でその日以降はだんだんね日が短くなってきてね、もう9月なんていうとね日が暮れるのが早くなっちゃいますよね。8月もやっぱお盆過ぎると、だから夏至からね、まあ梅雨が明けてでお盆までなんじゃないですかね、本当にこう夏らしい夏っていうのは。あとはもう行くを夏を惜しむっていうね、ちょっとだんだん物悲しいね季節になっちゃいますよね。まあ私ももうね60年近く生きてきて、そういうね季節をね毎年繰り返してきましたから、あと何回繰り返せるんですかね本当ね、あと何回でしょうね。いやでもそういうもうカウントダウンに入ってきましたよ、真面目な話ね。だから何かね突然な病気とかアクシデントがあればもう一瞬でねお迎えが来ちゃいますしね。どうもおはようございます。私もね随分久しぶりにねこういったキャンプ道具を出してきて、昔はね仲間とかあとまあ彼女とかね、職場のみんなとかと、バーベキューしたんですけどね、もう今はねソロですね、ほとんどね一人で。まあ気を使わなくていいですよね。しかも、カメラに向かって喋ってますからねまあでも今はね YouTube でライブして SNS でねもう経由して世界中の皆さんとねシェアできるっていうのもね、まあ、これも時代の変化だと思います。まあある意味最先端行ってますよね昔からミーハーだったからな俺もなあえて否定はしません。今日はねサンドイッチはありません。サンドイッチもね本当に冗談抜きで毎日今の私ですね下流生活最底辺、まあ、底辺ね老人そして底辺 YouTuber の私としてはね節約しなきゃいけない、倹約っていうのかな、あんまり好きな言葉じゃないんですけどね。でもまあこれ現実だから仕方がないですよね。もうなんだかんだ言ったって抗えない事実ですからね。いやちょっとサンドイッチはね、まあ、食べたいですけど今日はないですね。今度ねだからサンドイッチも作ってみようかなと、作って持ってこようかなと思ってね、まあ、サンドイッチ作るところをね動画で撮ってもいいしいいと思うんですよね。それでもいいんだけど、もう沸きましたね。あっという間に沸いちゃいますよね。本当早いですよね。で今日もね2つ入れます。彼女が幻の彼女と一緒にちょっと私も幻覚が見えるようになってきましたよまあカップがねもうちょっとでかいカップが欲しいですけどね、一つで済ませられるようにでもねまあ贅沢言っちゃいけませんよね。所詮100均グッズですからね、まあ、これが100円っていうこと自体がやっぱりねある意味驚きですよね。だって原材料をどっかから運んできてね、それ溶かして成形して組み立てて箱にこれ入ってんだかどうだか知らないですけど、梱包してそれを輸送してね、それで店に並べてそれで100円ですよ、利益も入れて。ちょっとすごいですよねある意味ね。そう思いません？それでビジネスとして成立してるんですからね。まあねえすごいことですよね。その恩恵に預かれるんだから。でもこれ200円だったかな確か1個。これはさすがに一応二重構造になってるんですよねこれね。やっぱりこれ真空かどうかは分かりませんよ。だけど一応まあ空気の層があることだけは間違いないんで、やっぱりそこはちょっと私こだわりたかったんですよね実を言うと。じゃあいただきます。
夜明けのコーヒー、まあ、夜明けというか、まあ、朝焼けの朝日をバックにしてね、コーヒー、いいですね。サンロードっていうんですかね、この間ムーンリバー、まあ、サンリバーとは言わないですよね、不思議なもんで。サンロードっていうんですかね、こういうの。美味しいですね。でもこの後キャベツ運びが待ってるんだな。まあ何でもね、この間はラーメン作って食べましたけどね、海辺でラーメン作れば美味しいし、でこうやって自然の中でコーヒー飲めばね、美味しいですし、そうやってね汗流して額に、額というかもう全身体中から汗を流してね、それで飲む、取る水分というのはね、美味しいですよね。何でもただの H2O 水でもね、普段ね、こういろんなものにまみれてね、あとまあ満たさ、ある意味満たされて皆さん生きてると思うんですよね。私みたいにこうやってこの年になってね、カスカスっていうかカスカススカスカスカラガンになってね、まあ、それで気づくことって結構あるかもしれません。まあ、そんな中でもね、やっぱり人は生きていくっていう、生きているっていうこと、それだけでね、まあ、いつか私もお迎えが来ると思うんですよ。実際ね、私の周りにももうそうやって、もうお迎えが来てね、旅立った人間はやっぱりいっぱいいますけどね、まあ、私もいつかはね、彼らのとこに行くんですけどね。でもそれはね、ほっといても、向こうからねお迎えが来ますからね。でその一瞬こうやって動画をね、撮ることができれば、そのね、様子をね、私がまた皆さんとシェアできるかもしれませんけどね。まあ、今日のところはまだね、それには早いようなのでね、こうやって皆さんと朝日をシェアできればと思います。今日はね、暑い一日になるかもしれませんけれど、皆さん良い一日を。それでは皆さん、チャオ。